では部屋の中を見ていきましょう。入り口の扉を開けて最初に見えるのが下駄箱です。一人一人に8足入るスペースがあります。廊下を歩いて見えてくるのが脱衣室です。鏡があり着替えを置くスペースもあります。その奥がシャワー室です。その先には洗濯機と乾燥機が置いてあります。その奥には共有スペースのキッチンがあります。大きいテーブルがあり、ここでみんなでご飯を食べたりします。そして冷蔵庫があります。一番奥には食器棚、ガスコンロ、オーブンレンジとトースターが置いてあります。そしてゴミの分別をするための箱と掃除機があります。次に一人一人の部屋を見ていきます。まず最初にクローゼットがあります。2段に分かれていて、ハンガーをかけるところもあります。次に机と棚があり、横にベッドがあります。そして独立洗面台があり、一番入り口に近いところにトイレがあります。これで寮の部屋の紹介を終わります。